あら、うん、君に会いたかったの。はい、さあ僕です。今日はですね、チキンでございます。まあ僕チキンっていうと何が思い浮かぶかなっていうと、まあいろいろあるんですよ。僕サイゼリア好きじゃないですか。サイゼリアのもう再現メニューね、いくつかもやってます。今回ですね、皆さん一番待望してたもの、辛めチキンじゃないですか。今回はですね、本当に美味しい辛めチキン僕作るの成功しました。辛めチキンを冷凍のやつを買ってきて原材料調べてやりました。完全再現するだけじゃ面白くないので、そこに僕のテイストを加えて、さらにまた違った美味しさを、生み出すということで成功しました。それは今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、この、手羽先大体8本ぐらいでいいと思います。8本。そして、おろしにんにくが1かけ、あとは全部調味料でできる、そんな簡単レシピでございますので、これから準備していきます。今回はですね、辛味チキンということなんですけども、僕があまりにも酔っ払ってしまうとつまんないことになってしまうので、今回はね、助手を呼びました。ハイボール。今回は助手のハイボールと一緒にやっていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。待て、何何呼ぶって言ってろ。男性一サイゼリアが好きな方ですよね。そうですね。女性一サイゼリアが好きな小雪がやってまいりました。ということで、サイゼリア好きのサイゼ飲み動画やってます。そうだね。それを見ると2人がどんだけサイゼ好きか分かると思います。はい、これから、サイゼリアの2人やっていきます。じゃあやっていきたいと思います。こいつらね、うん、手羽先、ね、で、サイゼリア の辛味チキンっていうのは、あ、ここ落としてるんだよね。うん、だからまず、落としたい、はい、うん、ここら辺が関節部分なんだけど、うん、ここなんだけど、ここをパンって落とすと骨と骨の間が分かるんで、うん、はい、ここをパンと、はい、怖いなっていう方は、うん、なんかまあまあこうやっても全然、うんうん、全然いいですし、はい、うんうんうん、これでも全然いい。そうだね、うん、これでも全然いい。で、まあ、これは全部、辛味チキンできるんですけども、こっちさ、うん、めっちゃもったいない。もったいない。で、これはラーメンとか作るときにこれ煮出してスープにするとめっちゃうまいから、これはスープ取ってください。捨てないでください。はい、で、これを、今から漬け込むんですけど、で、これを染み込みやすくするためにこうやってフォークでちょっとね、空洞を作ってあげる。あ、なんか疲れてる。ああ、こう皮の部分はでも重点的にあるでしょうね。はいはいはい、はい、で、そうすると漬け込み時間が少なくなる。うーん、染みやすい。ここから染みやすい。じゃあちょっと表面をちょっとやってもらって。はい、はい、そう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 。オーケー。はい、じゃあできましたね。はい、はい、そしたら、で、これ漬け込むわけですね。はいはい、和えるようですね。はい、まあまあ、ポン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 ね、ポンポンポン入れて、はい、豆板醤とケチャップ、大さじ1なんですけども、大さじ1、2、豆板醤入れました、うん、で、ここでケチャップなんですよ。サイゼリアの辛味チキンを買った時にトマトって書いてある。へー、トマトペーストって書いてある。で、トマトペーストって普通のにないでしょ。トマトペーストって結局ペースト状にしたもんなんで、うん、あのこのケチャップもペースト状にしてあるじゃない、うん、ほぼほぼトマトの濃度変わんない。お塩小さじ3分の1ぐらい。3分の1、うん、そして味の素1、2、3、4、5、6、はい、ここにおろしにんにくですね。でてて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 てそれ上映したり。あ、そうか。チューブでも悪くないんだけど、うん、生の方が美味しい、やっぱり違うんだね、うん、生の方が美味しい、うん、いい匂い。そしてですね、ここで全部を揉み込むんです、はい、はーい、ほら、こんな感じですよ、皆さん。てか、うわー、めちゃくちゃいい匂いする。うわー、はい、で、揉み込めましたね、はい、皆さん、はい、これで最短で15分、30分ぐらい置いとくと非常に美味しく、チキンのこの皮の下の肉まで味が染みるんで。なるほど、はい、ラップして置いておきます。漬け込んどきます。で、皆さん常温で置いてくださいね。常温の方が、火の通りが良くなる。うん、はい、で、これで常温で置いてください。ナイス。はい、30分経ちました。はい、揚げていこう。はい、揚げていこう。揚げてこう、揚げてこう。揚げ揚げエブリ。うん、今の20歳そこそこのこう、ね、数字内に
揚げ揚げぶりないと揚げ矢印、揚げ矢印なあなあなあなも油温めましょう、はいはい、油はこれぐらいで、あがっつり鍋にとかいらないんだね、うん、あの鍋底1センチぐらい、うん、で、このさっきつけた手羽先があるじゃないですか、うん、こいつに片栗粉、いいね、片栗粉オンリーオンリ ー, おー片栗粉が一番さっくり、そうなんだ、割と厚めでいいです、うん、厚めでやると厚めきむし、ザクッとね、トラさん、うん、トラさんと北の国からもう全世代いいから、まあ、全世代いいかは分からない、見てほしい一回で、中火で温まった油にこいつを投入していきます、はい、でもね、揚げないとね、あちゃいい匂い、目覚めてきた、でほら使うでしょ、うん、8本全部使うんですよ、で中火よりちょっと強ぐらいでもいいと、うん、でただサイズはやっぱ結構イタリアンだから、うん、あのねチリペッパーとか入れてんじゃねえかと、うん、それがやっぱ豆板醤の唐辛子の香りとやっぱそのなんていうのシンクロ、うん、心意気、やっぱシンクロ率が上がってるんだ、この感じね、うん、そう、うわうわ、ほらほらザクザクじゃん、ザッコザコです、あれね、辛味チキンよりももっと衣に重点を置いた感じだね、衣、あのね、辛味チキンはね、あんまり衣はそんなに素揚げっぽいもんね、揚げらんないんですよ、うん、でも、やっぱね衣をつけたい、うん、衣をつけたかった、贅沢辛味チキンだね、贅沢辛味、うん、で、全体をこのこういう色、こんなんさ全世界老若男女好きだよ、俺もそう思う、こんなもんこのね、赤色が赤の、ああ、あ、君に会いたかったの、あ、もういいっす、あー、最高です、そしたら、油切って、うん、ダルの上に、はい、2回こうひっくり返したのでめちゃめちゃサイズっぽくなったね、そうなの、はいはいはい、こんな感じでございます、最高、はい、ということで、で、これでちょっと休ます、また火が完全に骨のところまで通ってない、うん、あの、あれもあるかもしれないけど1分か2分休みます、だってこれめっちゃ熱い、それでは持っていきます、やっぱり休んだからね、はい、休みは終わりだ、キリキリ働け、食べてから目で飲める、目で飲める、目で飲めるかもしれない、おいしそう、あ、ダブルサイズねえ、まあまあまあちょっとパセリいきたいなっていう、はい、はい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 、ズルしないでください、はい、これもサイズ、はい、はい、ということでこちらで最高に美味しい辛飯完成でございます、おいしそう、ということでワインにしようと思ったんですけど、ビールじゃねって思ったんで、これもビールなんでビールにしましょう、頑張れ頑張れ、はい、ありがとう、じゃあ手でやっていいですか、うまっ、これやばいだろ、やわらか、やわらかいな、言葉にできないやばくないこれ、めっちゃくちゃ美味しい、ほ、うん、本当にジューシー、周りがザックザクで、これうまいね、めちゃめちゃ美味しい、ちょっと辛味チキンうまいのできたから全食、やばーい、じゃあ、いただきます、いただきます、うん、めっちゃうまい、これもサクサク、あ、ケタテはやばいよね、8本足りないね、足りない、5人で8本はちょっとコクだよこれやった方がいいよね、うん、骨なしのもも肉とかでもめちゃくちゃうまいと思う、お酒飲まなくてもこれ多分ご飯にも合うよ、ご飯にも合うな辛そうかなと思ったけど、うん、全然ちょうどいい、うん、
豆板醤の辛さしかないから、ピリ辛ぐらいね。いやー最高だね。ということで、あと1個残ってるんですけど、こっから殺し合いが始まったので、スマブラやりましょう。食べてる。スマブラやりましょう。1位が食べられますので、はい、ということで、この辛飯試験めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ作ってみてください。逆にないの？お酒がない。ビールとハイボールどっちがいい？ハイボールかな。ハイボール、うん、これハイボール。ハイボール、酒がないと無理だって言いました。ちょっと無理なんです。アルコール夢中だもんね。そう、無我夢中だから。アル中だもんね。アル中ではないんで、皆さん安心してください。アルコールに夢中だよ。アルコールに夢中なだけだから。アルコールに夢中だ。そうそうそう。あれ、なんか炭酸なかったから。あれ、あ、閉まった。下にあるよ、開いてるやつ。ありがとう。これ、ここをへこますと炭酸抜けにくいんだって。何それ、知らない。知らない、知らない。誰か言ってた。誰が言ってたの？分かんない。絶対ここにいる誰か。これが俺が言う。アタックになって。タツヤが言ってる。あ、豆知識野郎だ。タツヤ。本当かどうか分かんない。タツヤだよ。タックだからね。そう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 。はい。じゃあ